Yo, what is up, YouTube? Iron Man, so we back with another One Piece video. So yeah, man, we finally got the full game, as you can see here, compared to the demo. The picture lights up green. And yeah, I did get a bonus pre-order bonus code, so I have a traveling outfit, apparently, and some of my other items that came along with it. So yeah, that's cool. So yeah, man, So apparently I can load up my demo save, so we're gonna do that right now. Alright, man, enjoy the video, y'all. Can't wait to play this game. Yeah, I literally just got it today, because I pre-ordered from GameStop, and I didn't want to pay same day shipping or something, same day, like release day. I don't know why GameStop does that with their games. Like Best Buy, they usually just give free shipping to send the game on the first day, but One Piece, or for GameStop, yeah, man, you have to pay like $10 extra. So all right, man. This didn't show when I loaded up the demo, so that's pretty cool. All right, man, enjoy the video, y'all. Let's dive into it already. Reason why I skipped that was because we saw that in the demo already, so I ain't gonna like watch it again. Cause yeah, we technically did play the first few hours of the game already, so let's get it. いたやつだ。何か言ってるな。チョッパー、訳してくれるか。俺サーベイ。みんな、ドクターサーベイと呼ぶ。俺、海賊嫌い。でも、お前ら助けてくれた。だから、いいものを私に来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。 それにしても、お前なんであんなところにいたんだ？ そこに俺たちが通りかかった。 あいつ、どこ行ったんだ？
話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったよな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな。キューブ、逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ないだろう。俺に任せろ。よし。
足元にいたは階段か。みんな、準備いい？やるか！引かねえなら切るまでだ。あなたたち、覚悟はいいかしら？任せて。聞いてた。俺たちの邪魔はさせん。みんな、怪我したらすぐ言えよ。頼もしいな。少し強くなったぞ。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。
前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ？直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ？確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか？お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの？これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。まあその目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか？そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた？そのオウム、今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話だ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったもんだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。
し、宴だ。宴だ。やっほー。さてと、行くか。向こうにも何かあんのか？今度はどんな場所に連れてってくれるのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。
嘘をつくまでもねえ。さあ、数で攻めようってのか。面白い。まとめて相手になってやる。刃こぼれすら己の恥だ。強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。目指すは世界一の大…いや、力が戻ってくるのが分かその可能性は高い。リムそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだ。今の力を試すにはうってつけだな。剣豪になるもん。しない。よし、行くか。剣豪、文句あるか。よっしゃ。よし、行くか。俺がまとめて相手してやる。
ジ、暴れるぞ。ゴムゴムのガトリング。俺に任せ、邪魔だ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんと、あんた強いわね。俺、強くなった気がする。こっちだ、早く来い。あたしだってやるときはやるんだから。手にとって不足。刃こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。私だってやるときはやるんだから。来いよクソ野郎。サンジなら大丈夫だ、心配ねえ。俺は負けねえ。あんたたちお金持ってるの？トレンタフルール。まったくひどいことするわ。この力があれば力フィアッ目指す。
おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。レディーには指一本触れさせねえ。ゴムゴムのガトリング。私たちを狙うなんて運の豪華だ。こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ、強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。まあ先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。超現象の研究なんて
ウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味？探検家として興味ないわけがなかろうよ。おっとっと。レディーには指一本触れさせぬ。狙うならあっちにしなさいよ。私の出番かしら。今行こう。まだか。さてと。まあ当然だ。誰も怪我してねえか。やったー。海の一流。俺ようやく。変わった装置があるな。
すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、むっちゃサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。レディーには指一本触れさせぬ。邪魔だ。なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。あげるわ。ゴムゴムの出発。
任せてもらって大丈夫？もらうわ。今行くわ。ちょっと痛いね。逃がさねえ。おっ、今ならナピーナナネフ。この装置、扉と無関係じゃなさそうね。俺に任せろ。止まりだったりしねえよな。よし。おっとっと。おっとっと。ゴムゴムのガトリング！かかってこい！俺に任せろ！ムートンショット！もう動じねえ。今行くわ。これでどう？そ、もっと強くなる。成長を実感。よーマリモン、私レディーには指一本触れさせぬ。いいわ、任せて。待ってろ。
くわね。次はドイツだ。おりゃ、この怪物と呼ばれ、よし、下に電気が通ってるやな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。来るなら迎え撃つだけよ。トレインタフルール、俺の仲間にて、うりゃ、この喧嘩もっと強くなるぞ。力を私の、あれ、うりゃ、うりゃ、お、さっきの装置今度は2つあるみたいだな。やってきやがる。どうやら私と戦いたいようね。お望み通り相手をしてあげるわ。任せろ。ナミ君、そう、まだまだこんなもんじゃないわよ。力が戻ってきた。少しは強くなれたかしら。力が戻ってきた、いい調子だ。私の予報、俺の体はようやくか。これは石板ね。それに
この何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと、これだけじゃ分からないわ。さっさと片付けるわよ。あんたたち、お金持ってるの？待ってろ。強烈なのをお見舞いして食らいなさい。残念でした。私は見た目ほどか弱くないのよ。私の予報は100%。悪くないわね。今なら。なんか光ってんな。危険な相手に私も手伝った方がいい？ルフィ。大丈夫だ、俺一人でも何とかする。よし、行くぞ。行くぞ。鬼やるな、ルフィ。よっしゃ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。俺は強くならなくちゃいけねえ。私の予報は百発百中。マリモのやつには負けねえ。みんなの役に立ってみせる。よし、全員俺に。Thank you.
だこれ。光る壁を消さねえと三日月の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。俺に任せろ。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おお、ようやく出れたぞ。今の力を試すにはうってつけだな。いっ、ええ、全員で対処するべきね。刃こぼれすら己の恥だ。私の予報は百発百中。力が戻ってきたみてえだ。俺のこの私だってやるときはやるんだから。勝負だ。ゴムゴムのガトリング。私たちを狙うなんて運の悪い子ね。やっと俺の出番か。俺に任せろ。私たちを狙うなんて運の悪い子ね。よし、交代だ。俺だって強くなってるんだ。次も戦うぞ。はた
よし、下も見てみようか。じゃあやってやるか。俺に任せろ。鬼。さーてと。よし、やるか。俺に任せろ。いいしょ、もうこれ以上言葉はいらねえ。必要な力だ。お、はしごだ。あったぞ、装置だ。俺だって戦えるんだ。
私が必要ってことね。レディーが待ってるって。待ってろ。え、もうこれ以上いい勝負。便利な体だな。レディーには指一本触れさせぬ。邪魔だ。さあガツンとかますわよ。今行く。おりゃ準備 OK。 よし任せろ。イカズチの巨像かよ。古い名称がついているわ。炎の巨像と同じものだ。そうか。じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。こいつ強えな。ゴムゴムのバズーカ。肩をつけるとするか。
ちょっとは本気出さねえとな。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは、大したやつらだ。この力があれば大怪物と呼ばれ、力が戻ってきた。ようやく感、少しは強く、私の大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなもんだ。もっとも生きてるものはつかめねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？ん？こいつは。どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だが、まだ蓋が開いたわけではない。Alright, y'all, I'm gonna end the video here, man. This game is surprisingly fast paced so far. Unless the max level is like
not 99, it goes past 99 or something, then I can understand it being like how fast paced it is right now. But yeah, it's feeling pretty smooth so far, I'm not gonna lie. So alright y'all, gonna end the video here. So yeah, definitely enjoying this game so far. So alright man, if you guys made it to this video, man, leave a like, enjoy and share the video, subscribe, and comment down below. And yeah man, peace out.